ラハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジアジャギニハマーです。現在2023年10月24日火曜日の0時29分になるとしますね。はい、先ほどですね、録画しました星屑レパスの3話ですね、また今画面隠しながらチャプターつけていきましたんで、見ていこうと思います。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイミングで広告が入ってきます。申し訳ないんですが、それ我慢しつつ同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションだけを確認していただくということでお願いいたします。あとタイマーはあくまでも目安です。いきます。3、2、1、スタート。あ、ここ提供。妹のね。お姉ちゃんまた妄想の世界にいて、いつも妄想なんかな。でどうしてもちょっとね、最後の提供もちょっと見えてもうたんで、今回絶対あのゴーグルっ子出てくるよね。あ、このゴーグルっ子ね。他にもまだいるんかな、サブキャラが何人かいたっぽいな。これさっきの提供、ここね、キランキランの。はい、いきます。パート3、2、1、スタート。爆薬メカニック、まあサブタイトルからしたやつ出てくるわな。5号機なんや。宝木春野だっけな、前回入ったの。不明。61m、24m、76m。 おー伸びてるね。もごもごく。行けへんとは言えへんわけね。お。名推理。詳しくないから墜落した。あの人。アホ毛回って。アホ毛めっちゃ回ってる。下手くそやな。アーティスティック。
またたきちゃん。ライモンまたたき、すごい名前やな。一回。ひたむきちゃんみたいな名前ね。不徳のギルドね、一日も投稿してない。あ、ほんで一回だけあったってことや。もうピッピー会ってないのにもう友達。でかいな家、 3階建てでかこれ。なんかのガレージにいそうやな、シャッターの裏らへんに。いらっしゃいまし。やっぱシャッターとかや。フレアフレグランスの CM みたいだったね。しめた。宇宙声。なんて言ったやろ。モブラブモブラブ。髪の毛、毛は危険予知。髪の毛こっから通っちゃうぞ。電波団子。ちょっとベランメイク調やね。まあそうよね。ほう、ちょっと強烈なキャラやね。電波団子。
電波団子で どういうあだ名なの？ミートソースやと。オナチューやったのね。かっこいいか。ん？先生かな、これ。ボアナブーどっから入ってきた。何が出る？またたき家訪問。ボヘサイカはリコかい。嬉しいな。
よし、はい、では B パート3、2、1スタート。いいね、アイキャッチ。こんな隙間から被害妄想やな。まずこれどうすんねん、これ。図星かい。電波ごそ、じじじ、ガサガソごそ、キュキュキュ、かさ、手紙かな。果たし状、私この星海かは。決闘。
めっちゃええやないか。あ、ここは提供。おお、特殊エンディングやん。青木しおんさんだっけ？あ、妹、陽宮ひなさんだろかい。やっちゃったー。ちょっと後でもう一回聞かせてもらいます。22分ぐらいとかね。ああ、灯台の明かりね。アホ毛どうなってんの。どうやって灯台の明かりつけたんかね。あらまあ。デコピン。よう泣く子やね。おお、いや、終わるかな。鍵。ん？何や。よし。はい、では次回予告。3、2、1。スタート。決戦シーサイド。あ、ほんまに戦うんだね、ほんなら。え、ペットボトルロケット打ち上げた時、ああ、これ戦車またな。はい、これね、ちょっとキャストを見させてもらいます。こっからね、行き過ぎた。あ、青木四季さんね。はいはいはい、あのちょっとビジュアル系バンドのボーカルみたいな、踊るさんま御殿に出てはったな。あれ何の時や、声優スペシャルで出てはったな。何の役やってたっけな。1個なんか知っとったんですけどね、忘れたな。でまさか妹が陽宮ひなさんやったとは思わんかったな。これは妹なんちゅう名前なの。ほなみって言うんや。うん、いやー、いいね。雷門瞬き、どういう字、雷門の瞬きかな。あ、そうやね。
ライモン瞬きいいキャラやね。ちょっとテアンデイベランメイキャラですね。ちょっと楽しみやな。まさかその何果たし状を送りつけるじゃないね。そのいろんな正論をねこう食らってなんていうか思い知らされてるんやけども、なんかそれがねあのなんていうかな、こっからこう原動力になってもっとこうあの海香が成長していくような気がするね。この瞬きと関わったことによって、いやいいキャラやわ。でなんでその何このロボットを作ろうとしてるのかとか、まあまあそういうの自分で興味持って作らんって言うけど、まあ親父がなんか工具持ってって怒ったけど、なんかどういう経緯でこういうキャラになったんかな。それもちょっと気になるけどね。まあそれよりもこの海川よう泣くね。何団子何だっけ、電波団子に、聞いたんじゃない、お前に聞いとんねんと、なんでお前自分で喋らへんねんと。まあその通りやな。でまあまあ何こう過去には、中学2年の時にはもうあんなかっこいい人になりたいと憧れてたのね。で憧れてたけど結局声かけることはできなかった、声かけようとしたものの喋れへんかった、黙るなら最初から喋ってくんなと。この言い方きついけど、まあ言うたこと正しいもんね。でまあまあ結構その通い詰めたみたいね、通い詰めて春野がまあ無理せんようにっていうぐらい心配するぐらいまで通い詰めて、ようやく自分の居場所にしたいから宇宙に行きたいねって言ったものの、お前スケールでかすぎるのか、こうグサグサ刺さってためちゃおもろかったね。確かに普通に聞いたら、いやそこまで宇宙まで行かんでええやんってなるしね。やけどもまあ話を聞いてくれないところで果たし状態だと。ちょっとこれ果たし状何書いたかちょっと見させてほしい。何書いたの果たしを。ちょっと一時停止させてもらいます。はい、果たし状、私この星海かはライモン瞬きさんに決闘を申し込みます。ペットボトルロケット勝負。より遠くまで飛ばした方が勝ち。日時5月20日の14時。当日迎えに行きます。場所は当日迎えに行きますって。まあまあ面白い果たし状ですね、これね。いや、楽しみな展開になってきたな、これ。どうなのね、買ってほんまに、仲間にするのか、負けて違う展開から、仲間になるのか、分からへんもんね。オープニングでも確実に4人メインやから。これは面白いぞ。ええとこで終わったな。でまあね、その最初に自分の気持ち伝えへんくて泣いた瞬間と、最後にねもう2人におんぶに抱っこみたいな感じでちょっと情けないと言って泣いたね。でも春のそんなこといちいち言わんでええのにっていう、この海からのなんと人の良さというかなんというかね、ちょっとジンとさせられますね。前回も確かジンとしたのよね。はい、もう次回めちゃくちゃ楽しみですね。決闘シーサイドね。はい、ということで星屑ゼリバスの3話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分で自己紹介するので聞いてください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めないを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在コロナの影響で約3年8ヶ月仕事が全くない状態、貯金と節約生活でなんとかかんとか生きております。そんな自分の本業を知って応援をしていただきたいということで、説明文に URL 貼ってますんで、ぜひねクリックしていただいて、できたらチャンネル登録お願いします。はい、そして深田恭子さんと出たこの CM の URL も貼ってますんで、ぜひ見てみてください。アニメのリアクションその他もろもろスタートして今日で1307日目、長いですね。ただこのチャンネルもっと長い、2009年の4月25日、マジシャンパフォーマーとしてのチャンネルでスタートしておりますが、コロナで仕事がなくなってからの、アニメのリアクションスタートして、推定1年5ヶ月分、2000本以上ですね、2021年の8月18日までのリアクションの動画、自ら出て削除させられています。そんな悲劇を、地獄を乗り越えてですね、もうやめたいやめたいとずっと言いながらも、そして苦しい状況はずっと続いてますけれども、気合と根性だけでリアクションを続けてます。何卒応援のほどよろしくお願いします。以上、アニメリアクション人ことマジ大道芸人ハマーでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。